皆さんこんにちは2019年デルジュン卓研師スマート演習講座卓研業法第1回講義を始めたいと思います担当はレックセンリーコースの友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさて、えー、それではですね今回からいよいよ卓研業法編へと移っていきます、えー、ですので使用するテキストといいますかまあ問題集もおこちらですね えー、デルジュン,タケンウォークモン過去問題集の第2巻です宅研業法編こちらの方をご準備お願いいたします。でこれも権利関係編と同じように、えー、30回で、えー、ペースをですね「えー、デル・ジュン・タッケンスマート合格講座」の方に合わせてやっていくということになっていきますけれどもまずですね この卓研業法をやる上で押さえておいていただきたいのは何かと言いますとやっぱりこの卓研業法での失点がなかなかできないということですしっかりきちんとここで点を取れるかどうかにかかっていきますのでまあ結構大事な部分になっていくというところは押さえておいてくださいではですねこちらまずプレゼンターの方に切り替えますけれども 覚えてますでしょうか。宅建業まあ一番最初は宅建業をやるのに免許がいるかいらないかというお話ですよね。宅建業をやるのに免許必要か否かまあそこら辺が、えー、中心になってくるわけですけれども、宅地建物の取引の業をするときには、えー、免許が必要だというふうになるわけですね。だからまず一つ一つこの場合は免許いりますかいりませんかって問題が出たら例えば、えー、それが宅地建物だなと。 ねえー、取引だなと、はい、あ確かにやってるのは行であるなというふうにこの3つが揃ったら、はい、免許が必要なんですけれども例えばそれがですね、えー、宅地建物の取引であったとしてもいやこれは行じゃないなというふうになったら免許はいらないんです。 いいですね。大丈夫でしょうか。だから、えー、宅地建物の、えー、業であったとしても、それが取引じゃないよという風になったとしても、免許はいらないということですね。まあちょっとこれやり出すとキリがないのでやりませんけれども、つまり、宅地建物取引業全部揃った時に免許が必要というところはしっかり押さえつつやっていってください。よろしいでしょうかね。はい。 ではそれを踏まえて1問ずつ見ていきましょうかということで、はい、問いの1番のところから見ていきたいと思います。で、えー、と権利関係編受けてくださった方はですね、えー、そのまま宅建業法編も同じ形でやっていきますが、まあ、権利関係編受けてなくて宅建業法だけ受けてるって方もいらっしゃると思いますのでもう一度説明をしておきますと、あのー、なるべく多くの問題数をやりたいので、まあ、それでもちょっと全問はできないんですけれどもなるべく多くの問題数をやりたいので 練習時間を取りません。えー、ですのであのやってくださいっていう風に言ってからすぐに、えー、解説を始めますので、えー、皆さんはあの適宜一時停止とかを、えー、しながらですね、えー、やってくださいって言ったら一時停止ボタンを押してでそれから、えー、問題を解き終わってからまた再生ボタンを押すという形で、えー、お願いいたします。では、えー、問いの1番からいきたいと思いますので、えー、まずは問いの1番やってみてくださいどうぞ。ではいきたいと思います。宅地建物取引業。 の免許に関する次の記述のうち宅建業法の規定によれば正しいものはどれでしょうかという問題ですそれでは一個ずつ見ていきますまず建設会社 A が当該宅地をまあ本人が宅地というふうに言ってるわけですから宅地でしょうねはい。十区画に分割し宅建業者 B の代理業より、えー、不特定多数に継続して販売しようとしている、まあ、不特定多数に継続しようとしている段階で、まあ、これってはい えー、業なんでしょうねで販売しようとしてるっていうわけですからはい、えー、取引でしょうね。ということなんですけれどもでもこれ代理って書いてありますよっていう話なんですけどもははいい代理これ大丈夫でしょうかね、はい、建設会社 A が宅建業者 B に全部丸投げをしてるわけですよね。ただ いいですか。一、えー、番で言うと建設会社 A が自分でやらずに宅建業者 B にお願いしています。で、宅建業者 B が何をしているのかというと、B がいいですか。えー、不特定多数に継続して宅地の販売の代理をしている。つまり簡単に言えば B は宅建業をしているわけですよね。ただ考えてみてほしいのは A ははい、えー、代理を頼んでいるわけですよね。 とするならばいいですかとすかとるならば、はいえー、本人代理人という関係性になるわけですよ。そう代理人が宅建業をやってるってことはイコール本人が宅建業をやっているということになるわけですから当然のことながらやっぱりこれ免許を受ける必要がありますよね。ということで一番は×と。では2番です。はい、農業協同組合 C が、えー、所有宅地をまあ宅地って言ってるわけですからね。はい 10区画に分割し倉庫のように供する目的で不特定多数に継続して、はい、不特定多数に継続して、はい、販売をしていますよということになりますよね。はい、販売する場合、はい、これ何をしてるんですか宅建業をしようとしていますよね。というわけで、はい、免許を受ける必要があります。あのー、農業共同組合って 国や地方公共団体ではありませんので、えー、そこもお間違いのないように、なんか農業協同組合って言うとなんかね、国や地方公共団体っぽいイメージは醸し出してるかもしれないんですけど違います。はい、そして3番です。はい、もうここはもうこれで決定ですね。はい、えー、住、公権住宅供給公社ということは、はい、もうこの時点で、あ、免許いらないなというふうに分かっていただければ、はい。 3番免許を受ける必要がないというふうになって答えは3番だと分かりますね、えー、ちなみに4番です「宅建士 E が E 名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合 E が宅建業者 F に勤務していれば E は免許を受ける必要がないと」と、えー、なかなかすごい選択肢ですね。はいえー これあれあですよ、えー、例えば、えーね、業者に勤めていれば個人でも勝手にできるっていうことはじゃああれですよねこの論理で行くならばあれですよね、えー、銀行に勤めていればその人は勝手にね、えー、自宅でね副業で銀行業務ができるってことになっちゃいますからねそれはさすがにないでしょうってことになりますんではいツということになっていきます答えは3番ですねよろしいでしょうかはいさあそれでは次問いの2番こちらの方へと移っていきたいと思いますそれでは、えー、問いいの2番やってみてみくださいどうぞ では参りましょうはい問いの2番です宅建業の免許に関する、えー、次の記述のうち正しいものはどれでしょうかという問題ですはい1番です A が競売により取得した宅地をまあ本人が宅地という風に言ってますよねはい、えー、10区画に分割しはい、えー、宅建業者に販売代理を依頼して不特定多数のものに分譲する場合はい不特定多数のものに分譲するそうです ね、販売代理を依頼してるってことは、まあ、要するに販売しようとしてるわけでございましょうね。はい、ということなんですけれどもこれあれあれあれさっきと一緒ですよねさっきと一緒ですよね。そうあのー、A が業者にお願いしたというのであってもいいですか A が業者にお願いしたというのであっても、はいねえー、代理を依頼してるわけですよね。 すみませんけれども業者が宅建業をやってるのであれば、はい A が宅建業をやってるに等しいということになりますよね。はい A が宅建業をやってるのと同じことってことになりますから A は宅建業の免許が必要だということになりますので1番は誤りだというふうにわかるわけですね。はいそれでは2番です、えー。B が自己所有の宅地に自ら はいえー、貸主となる賃貸マンションを建設し、えー、借主の募集及び契約を C に当該マンションの管理業務を D に委託する場合 C は免許を受ける必要があるが B と D は免許を受ける必要がないというふうにありますけども、まあ、まず B はただの、えー、B はただの自ら対策をやっていますよね。はい、というわけで、まあ、B はいらないでしょう。 そして C はって言ったらこれ、えー、賃貸の媒介やってますから、はい、B は賃貸のあ C は賃貸の媒介やってますからこれ、ね、募集と契約を C にやったっていうんであればやっぱりこれ C はやっぱり必要となりますよね。で D はただのマンション管理業ですから、まあ、それは、えー、いらないということになりますので、はい、C は免許を受ける必要があります、A、B では免許を受ける必要がありません。丸ですね というわけで、えー、答えは2番というふうになっていくわけですね。よろしいでしょうか。まあ一応34問見ていきましょう。3番です。破産管罪人が破産,残団の破産財団の管轄のため自ら売り主となって、えー、宅地またはた、えー、建物の売却を反復継続して行いその売買を E に依頼する場合 E は免許を受ける必要はない。これ罰なの大丈夫ですかあの要するに。 これいいですかあのー、結局誰に依頼されたかじゃないんですあの破産管財人から依頼されたんでしょうけれどもいいですかまあ例えばあ2番じゃない3番ですねごめんなさい破産管財人、まあ、要するに国や地方公共団体ねっ 国や地方公共団体それは国や地方公共団体は、はいえー、免許不要でしょうけどもそっから依頼された E はただの民間の業者ですからねいいですかはい、えー、私はね、えー、国や地方公共団体から依頼されてるから免許いらないんだとかそういうことはないわけですよはい、えー、普通の業者でございますので宅建業をやってるのであればはい、えー、ちゃんとお免許が必要ですということですねはいそれでは次4番です えー、不特定多数のものに対し建設業者 F が、えー、建物の建築工事を請け負うことを前提に当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続して斡旋する場合はいこれねまあちょっと入り組んではいるんですけど要するに不特定多数のものに対していいですか不特定多数のものに対して反復継続してやろうとしているわけですからまあ行ですよね。で何っって言ったらはい えー、建物の敷地に強せられる土地っていったら宅地ですよね。はい、ねえー、それの売買の斡旋ですよね。はい売買のですとで斡旋っ,って要するに媒介のことですからねあっせんってイコール媒介ですよ。ということははい。 F は免許を受ける必要がありますよねだって卓建業をやろうとしてるんですから。というわけで×、はい、というふうになりますね。よろしいでしょうか。えー、ですので、えー、答えは2番というふうになっていきます。それでは次問いの3番見ていきたいと思います。はいさあそれでは、えー、問いの3番、えー、こちらもやってみてください。どうぞ。はい それででは行きたいいと思います。す。番からです、えー、農地の所有者がその所有する農地を宅地に転用して売却しようとする時に。ってことは要するに宅地ですよね。はい。えー、宅地に転用しようとすることは宅地です。転用しようとする時にはい。転用して売却しようとする時にはい。ね売却しようとするんです。 えー、するときにその販売代理の依頼を受ける農業協同組合はこれを業として営む場合であっても、はいえー、本人が業って言ってくれてるわけですから業なんでしょうつまり宅建業をやろうとしてるわけですよねはい農業協同組合というものははい別に、えー、国でも地方公共団体でもありませんですから免許が必要ですツですはいそして、えー、2番ですね 他人の所有する複数の建物を借り上げ、えー、その建物を、はいえー、自ら貸主として不特定多数のものに反復継続して転退する場合免許が必要となるが、あらららららら、はい、えー、転退も自ら退釈として扱うんでしたよね。転退も自ら退釈として扱いますから、はい、バツです。はい、そして三番です。 破産管財人が破産財団の管化のために自ら売り主となり、宅地または建物の売却を反復継続して行う場合において、その売買を行として営む者は、えー、免許を必要としない。はいえー、ですので、えー、3番、さっきと同じですね。いくら国や地方公共団体であっても、ね、国や地方公共団体は、 国や地方公共団体は基本的には免許がいらない。でも、そっから依頼される業者はただの業者です。いいっすか。そっから依頼される業者はただの業者でございますので、国でも地方公共団体でもありません。えー、私は国から依頼されたから、私は地方公共団体から依頼されたから、免許はいらないんだ、なんてそんな理屈はありません。ということになりますので、はい。 免許が必要でですいいいしょうかはい、というわけで3番も×です。で4番です。はい。信託会社信託、はい、銀行が託、えー、建業を営もうとする場合に免許を受ける必要はないです。そうですね。ただその旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。これ覚えてますか 国地方公共団体それれから新宅会社新宅銀行これは免許不要でしたよね国や地方公共団体も宅建業法のルール自体が適用されないわけですけれどもそれに対して信託会社信託銀行は免許がいらないというだけでその他の宅建業法のルールは適用されます。プラス 宅建業をやろうとするときには国土交通大臣への届け出が必要になりますということで、はいえー、4番が丸ということで正しいものは4番という風になっていきますねよろしいでしょうかはいさあそれでは次ですね、えー、問いの4番、えー、こちらのところ見ていきたいと思いますそれでは、えー、やってみてくださいどうぞでは行きましょうかはい A 個人の宅建業法の免許に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか1番からいきます A が競売により取得した複数の宅地を宅建業者に売買を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合 A は免許を必要としないというふうにありますけれどもあの宅建業者に売買依頼したとしても A が売り主であるという立場は変わらないわけですよねあの売買を依頼したえーとしてもあの結局契約結ぶのは A ですから ということになりますのでこの人がいいですか、はい、宅地を、ねはい、売却しますと、ねはいえー、繰り返し行おうとしてですねでしかもあれですよね、繰り返し行う。 えー、宅建業者に媒介を依頼しってことは宅建業者が連れてきた人ってことですから、まあ、完全に不特定出すってことでしょうね、えー、ですのではい「業者に媒介を依頼しようと媒介っていうのは契約自体はそう当事者が行うわけですからい,いですか契約自体は当事者が行う以上ホらンと免許必要ですよ」って話ですよねはいそして2番です A が土地画整理事業により造成された高知所有の宅地を講師の代理として、えー、売却する行為を繰り返し行う場合 A は免許を必要としない×罰でいいですね。だから確かにいいですか講師は免許がいらないですよ。 講師は免許いいらないですよ。ただ講師を代理して媒介契約を行う A はただの業者ですからねだから繰り返しますけどもいいですか国や地方公共団体から頼まれた依頼された業者はただの業者ですいいですか、えー、国地方公共団体から依頼された業者はただの業者ですここちょっと気をつけておいてくださいねはいそして3番です A が組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募い A 自らは組合員となることなく当該組合員による住宅の建築のため宅地の購入の媒介を繰り返し行う場合 A は免許を必要としないというふうにありますけれどもはいこれ組合員だけを相手にしてるんですよねだから不特定多数じゃないんじゃないですかっていうふうに思ったかもしれないんですけれどもいいですか「組合参加者を募り」って書いてあるところからいいですか「組合参加者を募り」って書いてあるんですよ。ええ、誰ででも組合員になれるんですね はい、誰でも組合になれるいいですかはい不特定多数とみしましょうね不特定多数の人にはい繰り返し行ってるんですよ。 何をですかって言ったら宅地の購入の媒介をいいいですかはい、宅地のの購入の売買を行ってるわけですからやっぱり宅建業をやろうとしていますので免許はいると見た方がいいですね×罰です。 はいですからまあ4番が丸なんでしょうということで4番見ていきましょうはい A が賃貸物件の複数の所有者から一括して借り上げ、えー、賃借人に自らまたは宅建業者に売買依頼し、えー、賃貸する行為を繰り返し行う場合 A は免許を必要としないとはいこれってえ自ら貸借ってやつですねはいこれ自ら貸借というものである以上 はい、免許はいらないです。ということで、はいえー、4番が正解ということになっていきます。よろしいでしょうか。はいという具合で、えー、見ていただければいいかなと思います。では、えー、続きのところはまた次回ね、えー、見ていきたいと思います。それでは、えー、今回はこの辺で終了したいと思います。また次回頑張りましょう。皆さんお疲れ様でした。